ちょっと、その女、誰いや、はじゃなくてさ、誰って聞いてるんだけど。お前誰って、何言ってんのいい加減にしてくれない 堂々と他の女、口説いてんじゃないわよ。ほんとありえない。ね、行こう。こんなとこいても、時間の無駄。ふぅ、やっと出られたね。 ごめんなさいって何かあさっきの別に謝らなくてもいいわよあんな男全く知らないし痛いえそうだよ全くの他人よ本当に知らない人 え、あんなことした理由うーん、そうだなあ,あなたが困ってたようだったから、かなあ、余計なお世話だったかなあ、ほんとそれならよかったわ それに、あの男あなたのお席に何か入れようとしてたしまったく何入れようとしてたんだか怖いねそれでとっさに出たのがあの茶番え <laughs> 演技、迫力すごかったほんとかな <laughs> ありがとう <laughs> どういたしまして今度からは気をつけるのよああいう男どこにでも湧いてくるんだから それと、レディキラーカクテルにも、気をつけること。いいわね。よし。<laughs> それよりも、そんなにフラフラして、ちゃんと帰れるここまで、 引っ張ってくる時も危なっか危なっかしかったしあなた帰り電車だったわよね駅まで送るわもう少しで着くからほら しっかり歩きなさいでもう急に立ち止まらんえ,え気持ち悪いえ大丈夫大丈夫じゃないどうどうしようかなこのまま電車に乗せるのも無理だしうんうんーああ あなたが良ければだけど、私の家でいいなら、休んで行ってもいいけど。あ <laughs> <laughs>、いいわかった。じゃあ、あと少しだけ歩けるかな。<laughs> じゃあ、行こっか。 てか、うん、なんか、ごめんね、こんな声で。男に、間違われやすいんだけど、しっかり、女の子だからさ。え、声は気にしてないの <laughs> ありがとう。 ただいまーどうぞ上がって荷物ここに置いておくねあとはいこれ <laughs> いやいやお酒ってこんなに飲んでる人に飲ませるわけないでしょ水よ水。 早く飲みな気持ち悪いの少しは治った <laughs> それならよかったうん <laughs> 着替えに行くだけだよ <laughs> そんな寂しそうな顔しないの ちゃんとそれ全部飲むのよ <laughs> そういえばあなた帰りどうするの終電の時間まだあるけど電車で帰る あれ、なんでそんな深刻そうな顔してるの <laughs> すっごい眉間にしわ寄ってたわよええこれ <laughs> 今日残業終わってお酒でも飲んで帰ろうって思ってたんだけど ちょうどあなたを見つけちゃったしあいいのあの謝らないで <laughs> まあそういうわけで今飲もうかなと一緒に飲むそれで どうしたの、うん <laughs> そっかそりゃあそうかあれは私でも少し怖かったかもうんそれじゃあそろそろどうしようか明日って休み そう、じゃあ今日泊まっていきなよ <laughs> 全然いいようんこのまま家に帰ってもまた思い出すかもでしょさあパッと飲んであんな男を忘れちゃいましょうあーでも 気持ち悪くなっちゃうかえ飲む大丈夫なの <laughs> そっかでもお酒足らないかも <laughs> 下のコンビニに買いに行きましょう 大丈夫ちょっと飲むペース早いよえちょえちょっと急にもたれかかって眠いってここで、ね、いやあの待って待っていや脱がせてってあなた 悪い,い質ぎでしょうえちょっと本当にあのお待ってえ好き急に何を言い出すのあなた本当にうん <laughs> ちょっと待って本気なんですってそういうことはお酒が入ってない時に言ってほしかったなよし ちょっとさ部屋着かすからスーツ脱いで今持ってくちょっとまだ寝ないの脱いんでないしもうしょうがないわねはいうん じゃあボタン取るよえあなたのこと <laughs> 好きだよあ私何言ってんのい今のは <laughs> ああ <laughs> もう一回 私も <laughs> ごめんなさいあなたのことが好き少し前からね今日のこともあなたが男と話してるのを偶然見つけて勝手にショック受けてあ ちょっと急に抱きついてびっくりした急に抱きついてきたら危ないでしょ片思いじゃなかったそうね私もそう思ってた <laughs> うん 私も嬉しいでも告白はまた明日ねお酒が抜けたらしてもいいかな <laughs> うんありがとうじゃあ寝よう